されてない。配信中。動画が開始されてないです。やりますけど。あ、来た。来ました、私も。いいですか？始まりましたかね。皆さん見えてますか？あ、始まったと思う。こんにちは。こんにちは。下からこんにちは。めぐ癒しのうちめぐり2回目の YouTube ライブです。イエイ。イエイ。今日は私前田と久世元と後ろに藤代美和は見守り隊で参加しております。藤代と美和もおりますよ。こんにちは。緊張しちゃった絵になっちゃった。今日は新人の2人に、もう前田ちゃんも新人じゃないけど2人に仕切っていただいてガラス絵の具の紹介をしてもらおうかなと思います。よろしくお願いします。今日はこちらガラス100円ショップで買えるガラス絵の具を使って、ステンドグラス風インテリアを作成していきたいと思います。イエイ。色はいろいろございます。赤と緑と黄色とブルーもありまして、お好きなものを店頭で見つけ次第購入をされてください。はい。それでは今私笑っちゃいました。すごいあの緊張して頑張ってくれてます。ます早速ナオミさんからさっきコメントってかグッグッみたいなのいただきました。ありがとうございます。もしかしたら今日フィナレでやっていくのでコメントが上手に読めなかったり気づけなかったらごめんなさい。ごめんなさい。はい、よろしくお願いします。でお願いします。それを使った作品が今手前にあります。こんな感じになってます。透明なシートの上から、絵の具で着色してで、こんな風に結構色がはっきり出ますね。ちなみに白はちょっと透明になっちゃってこうちょっとスケルトンな感じになるのでかなり分厚めに塗っていただく感じになります。赤はやっぱりはっきり見えます。はい、では始めていきますが、使用する道具を紹介いたします。まずはこのクリアシートですね。こちらも100円ショップで買えます。この上に絵の具を描いていきます。それと筆ですね。これも100円ショップさんで買えます。塗っていくときに何本か入りで売ってあるそうなので、4本とか5本入ってた気がする。かなりお得ですね。で、爪楊枝ですね。細かいところはこれで塗っていきます。そしてマスキングテープですね。紙とシートを固定するのに使用します。これで始めていきます。あと猫ちゃんは癒しでご自由に置いてくださいあ、なるほどね。では始めていきますが、初っ端いきなり描くのは無理なので2人とも
したんだろうか。一旦さっきのチェックだけしてみようか。これ今の履歴、うん、もう始まってる。聞こえてますか？聞こえてますか？甘えてしまってごめんなさい。おそらく直美さんが頼りです。今音声は聞こえているでしょうか？聞こえるってきました。あ、よかったです。ありがとうございます。よかった。よかった。ごめんなさい、お待たせしました。ではちょっと説明がね進んじゃったんだけど、多分道具紹介ぐらいは大丈夫だから、書くところからまたそのままお話ししてもらおうかな。はい、続けていきます。よいしょ。じゃあ筆でちょこ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 見ていきます。ちょっとこれ下絵の線が太いから、うん、そう見えないかもしれないけど、結構大きめに絵は描いた方がいいかもですね。結構よいしょ。で、私は猫ちゃん描いてますが、めぐりスタッフはみんな猫が好きなんですよね。そうですね。ね、私も大好き。潜りたいですね。もう毎日したい。いや、私猫アレルギーなんですよね。いや、でもちょっと痒くなるぐらいで、でもそれでも触りに行って結局グシグシになって帰るという謎の、よいしょ。前田さん、お家で猫飼ってるんですか？うちは実家に猫がおりまして、今3匹いてですね。3匹すごい飼えれてないので、すごく潜りたいんですが、潜りたいですね。ねえ、潜りたい潜りたい。よいしょ。皆さん猫飼ってらっしゃいますでしょうか？うん、猫、よし。猫ちゃんの、ね、たまたま猫好きのスタッフ、動物好きのスタッフが集まってるけど、結構なんかお客様とかもうちの看板のキャラクターとか見て猫好きの人が来てくれたりとかも多いよね。そうですね。うん、あ、嬉しい。一度すごく猫が好きな方がいらっしゃった時にもう大興奮でしたね。これで縁取りをしましたが、ちょっとだけ時間を置いたら乾くので、乾いたら少し固まるので、少しだけ乾かしつつ他のところをやっていきます。黒い縁から描いていくので、その方が色をのせた時にちょっと混ざったりしないので、少し乾かす時間が必要です。あー、難しい。よれるけど、これは後で修正します。難しい、難しいです。これ一つ作り終わるのに何分ぐらいかかるものですか？人の、その人の力量によります。確かに。慣れたら結構できますけどね。ちょっと細かいところは直書きは難しいので、なんかあれだね、その縁乾かしたらっていうのが、多分5分ぐらいで縁はね、なんとなくその混ざらないぐらいには乾くんだよね。でもちゃんとしっかり乾くまでは、一応説明書だとなんか7、8時間とか、それぐらいかかりますね。ちょっとはみ出ても乾いたところをちょっと爪楊枝で軽く削ったりして修正はできます。うーん、私の、金魚さんはこ
この透明な赤いけれど、この見えるかな、透明なところはですね、見てます、ちょっとラグがあるのでわからないんですが、削ってます。この透明なところですね、こういう技もあります、うんうん、ちょちょさん、よいしょ、ちょちょさん、これ集中すると無言になりますね、なりますね、よいしょ。これ何だったら書きやすい、書きやすい、しやすいですかね。スマムージがでも一番お子さんとかやっぱ手が小さいから意外と爪楊枝とかいいかもしれないですね、うんうんうん、ちょっと普通の絵の具よりもあの硬度がちょっと硬めなので、うんうん、こう筆だとこう筆の方がよれちゃうのかな、でも広い部分を塗るのは筆の方がいいと思います。よいしょ、月様の口が潰れた。まあ、なんとかなります。なんとかなります。なります。あ、よかった。多分。細かいとこちょっと難しいもんね。なんか小さい、難しいですね。お子様とかすごい楽しいと思うから、そうですね、お子様とかだったらちょっとこう大きめに描くとかでもいいし、うんうん、ガラス、なんか誕生日とかさ、ガラスに直接ちょっと描いてあげて、うん、なんかハッピーバースデークスモトちゃんみたいな。うんそうですね、文字とかは結構書きやすいかなって思う、文字とかは行くんですね。あの私個人的にあの LINE スタンプのうさまるさんがすごく好きで、うんうん、うさまるさんはすごい丸と点だけなので、うんうん、うさまるさん書きやすいと思います。うん、アンパンマンとかもそうですね、うん、書きやすいか、丸とかやっぱ大きいものは、なんか皆さんがすごいそっとクスクス笑ってるけど、どうした、何をちょっとフレームインしていいですか、すごい、はい、すずちゃんが死んだようにすごい心も届くてごめんなさい、すいません、サブちゃんどうにか画面に映り込ませようと頑張ったけどこういうことになったんだな、すごい目が合っちゃった、サブちゃん椅子に乗せたりいろいろしてみたんだけど、ちょっと後ろにいなさいこれ乾いたら剥がしてシールみたいにガラスとかに貼れるんだよね。貼れますね。だから多分本当にね、ちっちゃい子とか楽しいと思うし、なんか後日また動画で別で撮って見せようと思うけど、ガラスの照明器具とかに直接描いたりとかすると、ステンドガラス風の照明器具が作れたりとかするから、すっごい可愛い。考えた人はすごいぞ。ちょ、見てじゃ、今皆さんめちゃめちゃ真顔やからね。真顔でカメラで今なんかコメントとか来てたらあれかなと思って大丈夫でした。え、これそのガラスに作ったのをそのまま貼って剥がせ、綺麗に剥がせるもの？剥がせるんだけど、うん、分厚くない、結構しっかり分厚くないと剥がしにくいですね。ペラ薄く塗ってるとこう。ビヨーンと伸びちゃいますね、うんうんうん、なのでそうする場合はしっかり、そうね、剥がして貼りたいときはちょっと厚めにした方がいいと思う、うんうんうん、でもクリアシートとかで全然いいかなっては思いますね、すごくいいですね、うんうん、よいしょ、よし、おひげ、猫ちゃん、よし、あとはブチブチブチを塗っていきます。よいしょ、乾いてる。そんなに絵が上手いんですか？私、はい、楠本さんも上手ですよ、あの楠本ちゃんと前田ちゃんはイラスト本当に上手だよね。美輪さんもさ、あのそういうの上手だけど、美輪さんイラストっていうよりデザインとかがすごい得意だよね。でも小さい頃本当にあの漫画家になりたかったので、あのでも絵心は父があの塗装看板屋さんをしてたので、ちっちゃい頃からよく
なんかお遊戯会とかのお面とか書いてもらうんですけど、うん、私だけえらいクオリティが高いんですよね上手だからそう匠の寝技だね。でなんか猫のお面かなんかを書いてもらって、その時あのうちの玉知りませんかたまちゃんもすごい、はい、それはすごく覚えてます。世代誰もわからないんじゃないかな。そうそう、かなりのクオリティのお面を私だけつけています。ホワッツマイケルとかもさ、ホワイツマイケルわかんない。ホワイツマイケル、え、嘘、ホワイツマイケル調べよう、ちょっと特別調べよう、ちょっと調べてみよう。かわいいよ、YouTube とかにあるのかな。あっても、もしかしてごめんなさい、無駄天才のやつだったらなんか広めてごめんなさいってなるけど、なんかあるかも、調べたらあるかも。そうですね、絵心は父からもらいました。母は壊滅的にありません。はい、ちょっとでも違う、あ、これなんですか。あ、それは知らない。ホワイツマイケル。あの、YouTube の画面多分ね。知ってるけど。わかるでしょ。多分。どうかな、なんか。やばいよ、年齢。こんな感じか。あ、すごい。こんな感じで、普通にします。私ちょっと線が。入れないときは上から書いてあげた方が、ちょっと乾かします。ホワッツマイケル気になった人ちょっと見てください。わかりにくいから下に。あ、いいね。そうですね。ちょっと下書きのはぐれでわかりにくいときは下に紙を入れてもらえれば。上手。で、私実は楠本ちゃんと小学校の頃からの幼馴染なんですけど。小学校と幼馴染っていうのかな。でももうね、うん、もうだってもう、ね、30もしっかり超えてね、うん、はい、年齢の年数ね過ごしてるんですけど、くすのちゃんもちっちゃい頃から絵がすごく得意だった。そんな記憶は。めちゃくちゃ上手だったよ。どうも、ちょっと披露できないのが残念ですが、藤代はかなり歌がうまいです。ちょっと今からね、歌うわけにはいかないからね。よっ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 、誰かが言ってしまえばどうも。たまに鼻歌歌ってらっしゃいますね。私ね、そう、鼻歌歌うのが癖なんだよ。あんまり良くないんだけど、すごい無意識に歌っちゃうから。いい声なんですよ。いい声なんです。歌うのすごい好きです、うん。でも、うん、多分 YouTube ライブ見てる人意外かと思うんですけど、私もまだ聞いたことないけど、あの見て YouTube ライブ見てる人っていうか巡りのお客様たち意外だと思うんですけど、三輪ってカラオケでスーパーフライ歌うらしいですよ。ね、意外でしょ。意外、なんかすごくちょっと、うん、でも1曲ぐらいしか知らないけど、ね、本当なんか、なんか一度だけ、いや私スーパーフライとか歌いますよってこうちょっと、じゃあスーパーフライでミーシャだね。あ、ミーシャだったっけ、うん、あ、ミーシャだったか、なんかとりあえずなんかすごい声張る系のやつをね歌うんだよって、すごいなんかどやってされたのが行ってみたいな。行ったことないですね、カラオケ行きたいですね。ないね、うん、こっちに来てからカラオケに1回ぐらいしか行ったことないかもしれない。私もこのお店始めて1回も行ってない気がする。いや、行った行ったっけ。あ、そうだそうだ、行った楠本ちゃんのが行ったんだな。カラオケいいですね。そうそう、私一人でカラオケ行きます。な、何歌うんですか。もうなんかすごく人前で歌えない、すごい暗い、ね、え、ちょっと待って、やんあのアニメ系ありますし、あの初期のコッコとか、あの鬼塚千尋様は私の中のディーバなので、やっぱちょっと暗いじゃないけど過激なので、うんうん、人前で歌えないので。私のお箱はね、鬼塚千尋の月光と、あやちゃん聞いたことあるけど、月光とドラゴンボールチャラヘッチャラ、最初チャラヘッチャラもう本当一発目に歌ってくれ、うんうん、あとラブズッキュンだっけ。あ、ラブドッキュン、ドッキュン、クラブドッキュン、修正します。私、斉藤さんから呼ばれたので行ってきますね。行ってらっしゃい。え、これ黒で塗ったらその上に塗ってもいい、はい、塗ってもいいです。その裏返した時に下の黒は映るので、うんうん、そこ表裏を考えて
やってもいいと思います。はいはい、じゃあ、どうしようかな。私今斉藤さんからピンク君の笑い声が大きすぎて音飛びしてるよって怒られたので、はい、ちょっとボリューム私落としますね。声がでかいんです、すいません。ピンクは可愛い。あ、いっぱい出てきた。危ない。ピンクを使います。うんうん、あ、可愛い。うん、ピンク可愛い。ちょっと今乾いてるので重なったところで、多分そんなに滲んだりはしないかな。よいしょ。多めになんか出した方がムラにならなくていいかもですね。そうですね。そうですね。ムラはできにくいかもですね。思いっきり塗ってもらって、うん、そして三毛猫ちゃんにしたいので、あ、いいね、ブチブチにします。うんうん、ちなみにうちの実家の猫も三毛猫が一匹おります。いいの。もちろん女の子ですが、あ、なんか三毛猫の男の子ってすごい珍しいらしいね。すごく希少価値が高いらしいので、だいたい女の子で、まあ、あの先住猫ちゃんと仲が悪いみたいで、まだ私はもうシャーッとされます。悲しい。シャー。でもなんか生まれつきそういう猫ちゃんいますよね。いますね。警戒心が強い。そうだから、せめてものチュールを置いていたらチュールだけなくなってた。空海。前田ちゃんのさ、実家の猫ちゃん、はい、あ、宮さん家の実家の猫だっけ、あのチュール禁止令がお医者様から、うちはそうですね、前田ちゃんだっけ、はい、あの上げすぎてちょっと、ちょっと腎臓をちょっと悪くしてしまったので、そうなんか、あれのやつってよかれと思ってもそうなんです、ね、いっぱいあげちゃね、いけないんだよね。だからそのたまにあげるとやっぱすごく喜ぶし、あげた次の日に今日はないんかいみたいな感じで見てきますね。かわいい。ないよ。あ、かわいいな。うん、みけちゃん上手。こんな感じで塗ってきます。そのから今色を悩んでる。あ、やっさっき、あの、はい、なんかこうですね、小技を聞いてみたので、うん、やってみようかな。あ、色を混ぜる。混ぜる。混ぜるのもあるらしく、ちょっと。オレンジっぽい 赤、うんうん、赤っぽいオレンジっぽい色を作れたらなと、うんうん、私も蝶々何色にしようかな。うーん、いや、アゲハチョウにしましょう。黄色にします。あ、黄色にします。あ、混ざらない。大丈夫です。意外と直塗りは慣れたら意外といけますね。でも細かいところはやっぱ筆とか、うんうん、いいですね。私やった時空気がすっごい入っちゃって、あ、うん、それが結構、うんうんうん、失敗しちゃったって思ったけど、うんうん、それも可愛かったですね。そうですね。なんかちょっとこの空気ちゃんはでか、潰しちゃおう。はい、でシールはやっぱり白が意外と本当に作る時にちょっとびっくりしたのが透明になっちゃうので、もし白が欲しい場合はやっぱ分厚く塗っていただいた方がいいかもです。乾くのは時間はかかりますが、その分いいかなと思います。よいしょ。これ動画が伝わらない、動画で多分伝わらないの残念だけど、実際見るとぷっくりしててすっごい可愛いんですよね。立体感があって、見えるかな、見えるかな、なんかモコモコ感が伝わるかな、こうなんか、あ、でもちょっとわかるかな、ちょっとわかるかな、分厚い感じがこのぐらいしっかり塗っていただいた方が可愛い。お星様のお月さん、塗るときはぶわっと塗ってもらって、細かいところを爪楊枝で
けば綺麗に塗れるということが判明しましたので、よいしょ、うん、あ、混ざった、あ、いや混ざったけど、これも手作り感、うんうん、はい、味わい味わい、すべては味わい、うん、よいしょ、また皆さんがふふふってふふふ、味だなと思う、優しい微笑み、優しい微笑みで美輪さんは見ています。これ一番最初に作ったの美輪さんだったからさ、あ、私だったっけ、うん、なんかそうですね、あそこの今斉藤さんが、斉藤さんが横切りました、レアですよみたいな足だけいや、巡りの妖精斉藤さん、ちょっとね、なんか不思議なんだけど、斉藤さんファンみたいな人がいて、斉藤さんのことを聞いてくる人がいるただの意外とイケメンそうじゃないですか、なんかね、イケメンですよ。イケメンではない。前田さん、それは権力に屈したではないよ。それは権力に屈したで、斉藤さんは私の主人です。なぜ斉藤さんなのかは分かりませんけど。塗っちゃったので、なんか足そうかな。あ、塗っちゃった。終わっちゃった。私、もうちょっとです。めちゃくちゃ可愛い。え、なんか、書いて書いて。何書くのかな。よいしょ。文字、うん、なんですかね、グンナイとか、そんなかわいい、グンナイとか、ちょっと皆さん、ティッシュもあった方が、あ、拭き取りますね、うんうん、拭き取ったりとか、よいしょ、手についたりも、もしかしたらちょっと結構つく、でも、うん、すぐ洗い流せば取れるので、よいしょ、文字は爪楊枝がいいかな、文字は良さそうですね、うちの猫ちゃんももう少ししたら、よいしょ、いや多分今書いてるだけだとあんまり実感湧かないかもしれないですけど、うん、これ本当にあの1本100円で買えてリーズナブルで、いろんなものカスタマイズできるのですごい楽しいと思いますよ、ぜひやってみてほしいです、うんうん、私は絵心が、美輪も楠本も前田もイラストが上手なんですけど、私絵を描くのすごい苦手なので、あの自分が持ってるなんか本だったりとかの、なんていうの、それを下絵にして上からなぞって描くだけとかだったら全然上手に描けるので、すごい楽しかった。多分塗り絵の本とか、うん、ちょうどいいかもですね、線しか描いてないからですね、普通さ、うん、家庭にコピー機ないとこ結構多いじゃん、一般家庭だとさ、お店とかやってない限り、うん、だったらちっちゃい子とか塗り絵のやつをさ、うん、させてあげたら多分すごい楽しいよね、うん、鏡に貼ったり窓に貼ったり、うん、冷蔵庫とかね、ペタって、うん、今ね、うん、どれぐらいのちびっ子たちが自粛なのかちょっとよく、うん、なんかね、いろいろあるからわかんないけど、じっとしといてくれるかもしれないね、与えたら、そうですね、多分黙々とやるからうんうん、うん、いい絵心もつきます、なんか、ね、100均でレジャーシートみたいなのこう買ってきて、その上にクリアシートとか置いてあげたらそんなに汚さずに、多分、うんうん、そうですね、そのなんか下には何か敷いた方が汚れないかも、うん、よし、マナさんたちもね、すごい、うちのお客様たちでもやっぱりお子様がいるとすごく嬉しい、一緒にいる嬉しい反面やっぱり大変っていう方とかもいたりしたから、なんか一人で遊んでくれる場とかがあったりすると、うん、下書きなしでようそんな書けるね、うん、黄色か、何ですかね、よいしょ、これがもし、うん、なんかいい感じ、あ、いいですね、あ、かわいい、これ紹介しようかな、できました、時間配分完璧じゃない、できました、すごい、すごいな、これを乾かします、乾かします、これは自然乾燥で、うん、自然乾燥です、うん、置いといて大丈夫、壁に、そうですね、壁に貼ってこう垂れないので、結構そのままペタッと貼られても
いいかな。磁石とかでどこか止めたりね、はい、テーブルの置いといてもいいし、乾くと多分さっきも前田ちゃん見せてくれたと思うんですけど、可愛いタリコちゃんがちょっとこの子ミケじゃないけど、こんな感じでカラフルなのとこれ私描いてみました。こんな感じでフルーツいっぱい、透明になるとかな、ガラスに貼るとこういうステンドグラスっぽくなります。作品が、あ、作品です。そう、私はあの自己主張が大好きだからね、これ私が描きましたよ。でこれも描いてみました。これがちょっともうこれも100均で買ったブドウとかいっぱいつけちゃったんですけど、これもね猫さんが、そう、猫ちゃんを描いて、これは確かねニトリで買った結構リーズナブルな本当に透明のガラスの照明なんですよ。これ照明に直接ガラス絵の具で絵を、こっちかな、こうか、絵を描いて、ちょっとデコボコがあります。そうそう、ガラス絵の具で絵を描いてステンドグラスっぽく作りました。これはうちのお店の1階にあるお手洗いの上のところにかけてあります。天井からぶら下がってるやつです。こういうなんかアレンジもすごくいいと思います。直接ガラスに描いたりとかして、また増えるかもね、それが増えますね、増えるかもですね。今前田ちゃん、皆さんが増えるかもねって言ったけど、増えるって前田ちゃんが断言したから、またこれ前田ちゃんのやることが、いや、そんな、なんか、増やさせられるのかなと、またお寺に増える予定です、ね、はい、これをこういうのを貼って、もうでもこれで光が入れば多分すごく綺麗にですね、そう、さっきの感じで透明になると思います。とかで見るとこんな感じですごい綺麗。今ちょっと剥がしてみても、あ、剥がしてみましょう。これが結構、あ性格が出ますね。こんな出す時の、あ、こんな感じです。ありますが、裏はあ、でも綺麗に、かわいい、いい感じかもしれない。あ、おひげが、おひげ周りの白が足りなかったということに、こういうとこに白はちょっと下地は黒い方が分かりやすい、どこに塗ってるかがあるかもしれない。今おひげがちょっと足りなかったです。1個ラミネートしてみたんだよね、このクリアシートに書いたやつで乾いたものをラミネートしてみたらすごくね綺麗に仕上がったので、あの、うん、花瓶とか置く用のコースターとか作ってみるのもいいかもね、うん、それで庭があの試作で作ったやつなんですけど、これはクリアシートに書いたものをラミネートしたらこういう感じで防水にももちろんなるので、多分コップとか置くとくっついちゃうと思うけど、花瓶置くとかだったらすごくいいと思うから、うん、作ってみるのいいと思います、うん、テーマは、テーマですか、テーマは聞きます、テーマ、はい、はい、テーマ地球、地球、テーマは地球です。アースアースジアース発音できないのでお願いします。おのおのの作品紹介してみる、一応皆さんほんとテスト用で作ったやつだけだからね。何タン来る？恥ずかしい。恥ずかしい。あの皆さん恥ずかしいそうなので、おのおのの作品紹介。これが皆さんが作った。これはもうラミネートしてあります。上に花瓶でも置こうかなと思います。あとは今日前田ちゃんが作った猫ちゃん。猫ちゃん。猫ちゃん。映るかな。あ、映ったね。ます。猫ちゃん。ちょっと持ち上げてみていい？はい、あ、ちょっと改めて。猫。猫ちゃん。その後は月を。お月様。はい、ちょっと乾いてきてるからムラが出てきましたね、今。そう、乾くと透明になってくるから。こんな感じで透明になってきます。はい。ただ、うん、あ、でも画面だと。わからないんだね、乾くと透明感が出てきます。ちょっとムラがあるのがこの薄くなってるところが乾くところなので、徐々に、でもね、色の違いわかります、うん、あ、本当、うん、よかった。これとか水色の部分わかりやすいのが、
これも結構ただもうコメント入れて終わろうか、うん、またあのごめん、私飲んでいい、うん、お願いします、お願いします。あ、ちょっと待ってね。あ、でも現れた、動き始めたかな。あ、本当に、すいません、相変わらず不慣れで飛び飛びになってしまいました、しまいましたが、実はもうやることが終わりました。あ、なんか全然予定外の急に、あ、じゃあみやちゃんおいでよ、みやちゃんおいでよ、なんか急にカメラアングルが不意に変わったので。またあの飛び飛びだったりの放送でごめんなさい、ちょっとずつ慣れて改善していきたいと思います。今日はなおみさんも復活って、 ありがとうございます。私ごめんなさい、今更なんだけど、なおみさんが誰か分からなかったのが分かりました。私あなたのこと知ってる。私あなたのこと知ってるわ。ありがとうございます。今日は最近ちょっとお休みしてたんですけど、くすもとちゃんも生放送に参加してくれて、あとは前回はサポートに回ってくれてた前田ちゃんがメインで頑張りました。 すごい頑張って、めっちゃ変な汗かいてます。あ、そう、はいね、はい、あとはまあ楠本じゃないや、誰だっけ、みやんだ、誰だっけ、ひどい、こう、こう、こう、主観がひどい、何でやってるんですか、怖い今日は、まあ、前田ちゃんも新人ではないけど、でもまあ一応うちの新人の2人がメインで頑張ってくれました。ぜひぜひ皆さんもガラス絵の具お家でやってみてください。小さいお子様だったり大人の方でもいろんな家具とかアレンジするのにきっと楽しいと思います。ぜひ、では今日前田ちゃん、せっかくだからくすもとちゃん締めてみる、前田ちゃんがそんなぶっ込まないでもぶっ込むなっていう、いやいやいや、くすもとちゃん皆さんも被害に遭ってるなんか。ではじゃあ私が行こうかな、はい、今日は2回目の YouTube ライブ、ダイソーで100円で売ってる道具たちを使って、ステンドグラス風ガラス絵の具でいろいろ作ってみました。ぜひ皆さんもやってみてください。ではまた次回は9月1日、実は内容がまだ決まってないんですけど、また何かやっていきたいと思うので、どうぞ楽しんで、おま、あの楽しみにしていただけると嬉しいです。では失礼いたします。ありがとうございました。